アクリジンは化学式 C13H9N で表される環状有機窒素化合物である。講義の定義としては C13N の3つの隣り合った6陰環のことを指す。アントラセンの1つの炭素が窒素に置換した構造を持っている。色素や他の化合物の原料となる。プロフラビンなどアクリジン誘導体の多くは殺菌作用を持っている。アクリジンやその誘導体は DNA や RNA にインターカレートし結合することができる。アクリジンオレンジは核酸を選択的に染色する。1871年にカール・グレーベット・ハインリッヒ・カロによってコールタールの中から初めて単離された。コールタール中に存在する。コールタールから希硫酸で抽出後、10クロム酸カリウムを加えると10クロムとアクリジンが混合物となった沈殿が得られる。その後アンモニアで10クロムを分解するとアクリジンが得られる。誘導体の合成法も多数知られている。A. Bernthsenは塩化塩の存在下でジフェニルアミンとカルボン酸を縮合させるとアクリジンが得られることを発見した。カルボン酸として偽酸を用いるとアクリジンが得られ、より炭素差の長いカルボン酸を用いると9位の炭素に置換機が導入されたアクリジン誘導体が得られる。他の古典的な合成法としては、などが挙げられる。最も一般的な方法としては、N、フェニルアントラニル酸安息鉱酸を硫酸存在下で還化するというものが挙げられる。N、フェニルアントラニル酸にリン酸トリクロリドを作用させると、還化とともに塩素化も起こり9、クロロアクリジンが得られる。アクリトン誘導体を合成する古典的な方法として、レームステッド・タニセスクユ反応が知られている。アクリジンやその誘導体は安定であり、弱い塩基性である。アクリジンのpKは 5.6 であるが、これはピリジンと近い値である。また、ベンゼン環が1つ少ないキノリンとも性質が似ている。アクリジンは、針状結晶となりやすいが、これは、摂氏110度で融解する。肌に対して刺激性がある。塩溶液は、青色の傾向を持つことで知られている。アクリジンは、ヨウ化アルキルとヨウ化アルキル塩を生成するが、これは、フェリシアン化カリウムなどの塩基存在下で容易に反応して、N、アルキルアクリドンを生成する。過マンガン酸カリウムで酸化すると、アクリジン酸。C9H5N2 やキノリン -1 にジカルボン酸が生成する。またアクリジンは過硫酸により容易に酸化され、アクリジンアミンオキシドを生成する。また9位の炭素は反応性が高く、不可反応が起こりやすい。発がん性物質として疑われている。その作用機序は、アクリジン分子が DNA の塩基体間に挟まり、DNA が複製される際に、塩基体の挿入もしくは欠損が生じることが原因と考えられる。ありがとうございます。